アメリカンサモア国立公園の1、アメリカンサモア国立公園は、アメリカ領サモアにある米国の国立公園で、3つの島々に分かれている。すなわち、トゥトゥイラ島、オフ島、タウ島である。1988年、米国議会によって設立され、1993年9月9日、国立公園局は、サモアの村議会から、 すべての公園の土地を50年間リースする契約を締結した。公園にはンゴ礁と熱帯雨林がある。公園の本来の目的はサモア独特の自然の保護にあるが、ハイキング、シュノーケリング、スキューバダイビングで人気がある。公園の全面積36キロ平方メートルのうち10キロ平方メートルは水域である。2006年の来園者数は1239人で、 あるバティア湾沖にあるツツイラ島のアメリカンサモア国立公園のポラ対ツツイラ島地区はアメリカ領サモアの本島ツツイラ島にあり車で行くことができる2つの簡単に行く方法がある1パゴパゴ村からファガサへ尾根の頂点に続く舗装路へのドライブファガサ峠には小さな駐車場突破パゴパゴの上方の尾根沿いにアラバ山に至る道の起点を示す 国立公園局のサインがある。2公園の東側は、おわの村から、アホノへと、パゴパゴ港の北側の上方の尾根を越えていくことが、できる。アホノから西に向かう舗装路沿いに続き、アホノ湾情報の尾根にある公園の境界に、入っていく。道路は、公園内を通り、バテアの村まで続いている。バテアの最西端の学校を越えたところに、国立公園局のポラ隊に向かって、 道を伸ばす標識がある。オフ島地区へは、筒井ラ島の空港からオフ島まで小型飛行機で行く。必要がある。オフ島では、空港と朝霞で宿泊することができる。タウ島地区へは、筒井ラ島からタウ島のフィティウタまでの飛行が必要になる。タウ島でも宿泊は可能である。大多数の人は、オフ島とタウ島地区ではなく、筒井ラ島地区を訪れる。いずれの地区でも、 サモア諸島の様々な自然を観察する機会が水面上でも水面下でもたっぷりある。ありがとうございます。